マット・バーンズ、マット・ケリー・バーンズ、マット・ケリー・バーンズ1980年3月9日帯はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ出身の元バスケットボール選手、NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズなどで活躍した。ポジションはスモール・フォワード、201センチメートル、102キログラム、10回以上の遺跡を経験しているジャーニーマンだった。 高校時代はバスケットと同時にアメリカンフットボールの選手としても活躍した。デルカンポ高校卒業後、u アレイに進学。4年間のプレーで通算得点は1066点となり、同校で通算1000得点を突破した4人目の選手となった。大学卒業後、2002年の NBA ドラフトにエントリーし、 メンフィスグリーズリーズから二巡名全体46位指名を受け、その後トレードでクリーブランドキャバリアーズに契約した。しかしシーズン開幕直前となった10月にロースターから外されてしまい、夢の NBA デビューは叶わなかった。2002から03シーズンをバーンズはマイナーリーグのフェイエットビルペトオッツで過ごした。2003年の夏にはシアトルスーパーソニックスにて、 NBA デビューへの足がかりを見出すも、やはり開幕ロスターに残ることはできず、再びマイナーリーグに戻り、ロングビーチジャムと契約した。ジャムで過ごした03から04シーズン中の1月、バーンズはロサンゼルスクリッパーズとの10日間契約を結ぶことに成功した。そして1月19日のサクラメントキングス戦で、初めて NBA のコートを投打。契約は延長され、バーンズは シーズン終了までをクリッパーズで過ごし4.5得点4リバウンドの成績を残した。このオフにはサクラメントキングスとの契約に成功し04から05シーズンの開幕を NBA 選手として迎えた。そうの熱いキングスではあまり多くの出場機会を得られずシーズン中の2月にはスター選手クリスウェバーのトレードに組み込まれる形で フィラデルフィアセブンティ・シクサーズに移籍した。一席後すぐに故障者リスト入りしてしまい、結局シクサーズでは1分もプレイすることなくシーズンを終えた。オフに FA となったバーンズはニューヨーク・ニックスと契約。しかし開幕わずか6試合で解雇された。12月には再びシクサーズに戻ることができ、この0後から06シーズンは終了までシクサーズで過ごし、 シクサーズでも多くの出場機会を得られることはできず、出場時間の1試合平均はわずか10.8分だった。シーズン終了後、バーンズはゴールデンステートウォリアーズと契約した。06から07シーズンのウォリアーズは、実に13シーズンぶりにプレイオフに進出し、1回戦でレギュラーシーズン最高勝率を収めたダラス・マーベリックスを破るという快挙を達成した。 大きく飛躍したチームの中で、バーンズもまた大きく、ステップアップを果たすシーズンとなった。出場時間は、シクサーズ時代の倍以上に増え、シーズン中盤には故障者の発生や大型トレードによ、メンバーの入れ替えもあり、一時的ながらも先発に起用された。また、シューターとしての才能も開花し、これまでのクリッパーズ時代から、シクサーズ時代までの通算スリーポイント成功数7本を、 第2上回る106本のスリーポイントを成功させた。12月26日のシクサーズ戦では、フランチャイズ記録体となる7本のスリーポイントシュートを成功。そのわずか11日後のメンフィスグリズリーズ戦でも、同数のスリーポイントシュートを成功し、さらに、キャリアハイとなる36得点を挙げた。このシーズンの成績は9.8得点4.6、リバウンド。 プレイオフでも活躍し、チームの念願のプレイオフ進出とプレイオフでの歴史的なアップセットに大きく貢献した。08から09シーズン、フェニックス・サンズに移籍。シーズン中には先発 SG のラジャベルが移籍するため、バーンズは先発の座を射止め、キャリア初の平均2桁となる10.2得点5.5リバウンドを記録する。ディフェンダー不足に悩まされていたサンズにおいては、 バーンズのディフェンス力も重宝がられ、時にはダーク伸びつきなど自身よりも、はるかに大きい選手とマッチアップも任された。0級から10シーズンには、オーランドマジックに移籍。これまで常に、単年契約を結ばされてきたバーンズにとっては、念願の2年契約を結んでいる。2010年6月23日に、FA で、ロサンゼルスレイカーズへ移籍。2012年、 ロサンゼルスクリッパーズへ移籍。2015年6月16日、シャーロット・ホーネッツに移籍するも、24日にメンフィス・グリーズリーズに放出された。2016年7月3日、サクラメント・キングスと2年1200万ドルで契約した。しかし、2017年2月19日に、キングスがニューオーリンズ・ペリカンズとデマーカス・カズンズ絡みの大型トレードを観光。 タイリーク・エヴァンスなどを獲得したことによるロースター枠の調整のために解雇。3月1日、ゴールデン・ステート・ウォリアーズは、ケビン・デュラントが左膝を負傷し、シーズン復帰が微妙となったことを受け、バーンズとシーズン終了までの契約を結んだ。そして2017年6月12日、プロ15年目にして、念願の NBA チャンピオンに輝いた。二千十七年十二月十一日、 自身のインスタグラムで引退を表明した。タフなディフェンスが、売りのエースストッパーとして知られる。決して身長や身体能力に優れるわけではないが、リバウンドにも、果敢に飛び込む。怪我の多さが欠点。ファウルを恐れない、荒いプレーをするため、しばしば小競り合いを引き起こし、テクニカルファウルや、フレグラントファウルを受けてしまう傾向が強い。それゆえに、罰金処分もよく受ける。 高校時代にはアメリカンフットボールの全米選抜にも選ばれた優れたワイドレシーバーである。05から06シーズン終了後、なかなか目が出なかったバスケをやめてアメリカンフットボールに転校用と考えていた時期がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。